劉漢順から1900年。1902年、中世南道天安軍四道座と似て、父劉重県、母李小帝のもと、5人兄弟の2番目の娘として生まれた。劉茂賢は、解明的な人物であったが、今日、守るという私立学校を設立したため多額の借金を抱える貧しい家庭であった。1916年、キリスト教メソジストの米国人女性、宣教師。 アリス・シャープの援助によって、慶城の理科学堂に救避生として入学した。1919年、3.1独立運動が勃発すると、朝鮮総督府から各学校に対して、休校命令が下された。故郷の天安に帰り、教会関係者などを通じて万歳デモを計画した。4月1日、竜関順は、並川市場に集まった群衆に独立運動の、 味演説を行い、デモ行進に移った。しかし、日本の憲兵警察は、群衆に発砲し、竜漢順の父母も死亡した。一審で、暴力デモを主導した罪で、懲役3年が宣告された。なお、高訴審裁判で裁判長と言い争いになり、裁判所の椅子を裁判長に投げつけたために、法廷侮辱罪で7年の刑期になったと、伝えられているが、これは誤りである。 高等裁判所に上告せず、これが、軽量になったが、原刑があり、最終軽量は2年6ヶ月となった。しかし、その後も大規模北中でも主導するなど抵抗を、続けた。1920年9月28日、西大門刑務所内で獄死したとされるが、死亡日時や確実な死亡土には、様々な説がある。なお、天安市に、流漢順体育館がある。 1962年、韓国政府がその功績を認めて、建国勲章三等級、独立章を授与し、独立烈士と呼ばれるようになった。天安市の聖火近くには、流漢準烈士記念指導が設けられ、西大門刑務所も歴史館として、一般公開されている。2002年には、当時の学友が見た、実際の遺体状態や史実と、経歴内容や、刑務所の待遇が異なり、 柳に関する主流報道に誇張が多いとの研究結果がある。柳の生物年月日、名前の漢字表記、家族構成、理科学度への入学年度も記録によって諸説ある。3.1独立運動から100年となる2019年、国務会議において、建国勲章一等級、大韓民国章を追加で授与することを決定した。2020年9月28日には、 韓国郵政が純国100年の記念切手を発行している。朝鮮民主主義人民共和国では3.1独立運動は近日生の父近ルキ美先生を先頭に平壌から展開された年。この日の平壌では昼12時の鐘の音を合図に近ルキ美先生が自ら育成した愛国的な青年学生と人民を先頭に10万人の群衆が 朝鮮独立万歳、日本人と日本軍は立ち去れというスローガンを叫びながら激しいデモを繰り広げたと主張し、劉漢順の抗日運動は、金ールキビ先生が主導した結果とされている。韓国には、中世道ヤンバンという言葉があり、これは、中世道が他の地域に比べてヤンバンが多かったことを意味する。このヤンバンは、朝鮮王朝時代の特権階級であり、 富裕層を構成していた。このことが対日意識に影響したとする可能性が考えられる。さらに、当時のアメリカでの管理教と長老教の派閥争いが朝鮮にも飛び火し、1909年教団間の領土分割協定により、中度を公衆を起点に北側を管理教、南側を長老派が不共有戦権を持つとされ、 甲州の北に位置する天安は管理卿の管轄下に入った。この地区の天安培法協会は、1905年の断破塗に抵抗する暴動、1907年の高層廃位と軍隊解散による騒乱と鎮圧に当たった日本軍に二度も焼却されている。朝鮮全土に拡大した3.1独立運動だが、 朝鮮総督府の集計によると1919 19年4月の1ヶ月間で天安軍での半日でも11回、デモ参加者6400名、死亡者82名、負傷70名、被逮捕者189名。全体の死亡者553人のうちの82名が天安軍に集中している。裁判所の公式記録である判決文。 劉漢順の囚人識別表の資料によれば、内乱罪の適用などはなく、懲役2年6ヶ月とされている。罪状も上の事実の打ちしたる先導者であること、演説を行ったこと等は、資料上からは確認できない。判決当日に行ったと言われる、法廷侮辱罪や7年の休刑も裁判記録になく、前述の通り微罪による、懲役2年6ヶ月の言い渡しを受け、控訴せずに、 西大門刑務所に服役した記録のみである。拷問により死亡との説もあるが、これに対応する取調べ記録は作成されていないため、残されていない。ありがとうございます。